どうもこんにちは、たけるです。音楽をよく聞く皆さん、ワイヤレスっていう言葉にちょっと興味ありませんか？最近街を歩くと必ずと言ってもいいほど見かける、これね、エアポッツ。昔はね、叩かれたんですよ。耳からうどん出ている、恥ずかしいみたいな感じで言われてたんですけど、それだけワイヤレスがどんどん広まってきましたね。もうスマホもイヤホンジャックがなくなってきているものも多くて、だからといってエアポッツね、今2万円ぐらいするんでなかなか手が出せないんじゃないでしょうか。だからといって有線だったらやっぱり引っかかったりさ、絡まったりして面倒じゃないですか。もちろん有線の方がメリットも大きいし、音質重視の時とかは僕も有線を使っております。しかしね、日常的にと言われるとワイヤレスの快適さには負けます。左右独立型じゃなくてケーブルで繋がっているタイプがあるんですよ。落としてなくしそうだなと思っている方、大丈夫です。そんな方におすすめしたいイヤホンを見つけたので、今回デビューしていきたいと思います。今回紹介するのはこちら、 JP ライド708っていうイヤホンでございます。こちらワイヤレスの Bluetooth イヤホンとなります。じゃあ見ていきましょう。パッケージは至ってシンプル。見た目より質っていうのはこういうこと言うんじゃないのかな。せーの、ドン。おお、ポーチに入っている。中身見ましょうか。ポーチ、充電用のマイクロ USB、いっぱいイヤーピースが入ってます。で、説明書ですね。日本語の丁寧な説明書がついております。せーの、ドン。あー、めっちゃシンプル。めっちゃシンプルじゃん。耳の形はこんな感じで、で、裏面がこんな感じでキラキラしてますね。もうこの子は全身黒ですね。じゃあちょっと長さを測りましょうか。70センチぐらいかな。70センチぐらいあります。ちなみにこれロングバージョンとショートバージョンがあって、多分短い方はもうちょっと短いんじゃないかな。今回僕はロングの方を選びました。で、公式では重さが 17g というふうに書いてありました。本当に軽いですね。でね、この裏面を見て、ここね、キラキラしてるところを見てわかるかと思うんですけど、はい、見ててくださいね。いきますよ。カチッ。はい、ひっつくんですよ、これ。ほら。なので、首にかけておいて、ぶら下げることもできると。めっちゃ嬉しくないですか？携帯性いいし、ね、首から下げられるし。これ僕結構大きなポイントだなと思っております。じゃあ次。これ、2時間の充電で OK です。2時間。2時間の充電で、最大8時間半持ちます。なので通勤とか通学にはバッチリなんじゃないかなと。電車の中でずっと聞いてても大丈夫。さらに、完全防水です。IPX7 っていう、IP の後に X7 ってついてて、この X の方は防塵、塵とかの方ですね。なのでこっちは、耐性がないですよ。で、7。これは、防水のレベル。水深1メートルに水没してても問題ないよっていう、レベル7がそういった基準となっています。他のやつ見ましょう。ドドドドン。おー、めっちゃカラフルやん。SML とちゃんとついてきています。なので、耳に合わないということはあまりないかと。これ両方にね、なんか大きいのがあるんだけど、イヤホンの右側にコントロールするところがあります。イヤーポッツと一緒ですね。マイクのところ。音量のプラスとマイナス。で、真ん中にボタン。で、ここをシリコンがあるので、ここをパカッと、ここから充電することができます。ちゃんと塞がっているのは、防水のためですね。で、裏側にマイクがついてます。で、ここ見てください。ちゃんと技的マーク取得してます。日本でこういうワイヤレス系のものを使うときは、ちゃんと技的マークがついていることを確認してください。これがなかったら、法律違反になっちゃうので、そこら辺注意です。さて、まずね、iPhone とかで聞くときっていうのは、ペアリングが必要なんですよ。スマホとイヤホンの接続をしなければいけません。まずね、Bluetooth のところ、開いてください。はい、じゃあ開いたら、この真ん中のボタンを長押しします。ペアリングモードにするときは、6秒ほどかな、長押しします。するとライトが光るはずです。長押しします。OK、交互に光ったので、今ペアリングモードです。iPhone 見てみましょう。はい、その他のデバイスのところに入ってますね。 JP ライト708。これを触ります。ポン。はい、接続できました。これでも、iPhone で流れた曲はすべてこっちで再生されるようになります。でね、ちょっと一ついいですか。これね、音量のプラスと音量のマイナスがあるんですけど、これがまた素晴らしいんですよ。基本 Bluetooth のイヤホンとかって、音量のプラスマイナスの、レベルの刻みがすごい少ないんですよ。プラス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 、あれも最大みたいな、マイナスマイナス、あれも最小みたいな、そんな感じなんですけど、これの音量の調整とスマホの音量の調整別々です。だから本当に細かい調整が可能になるんですね。これが素晴らしい。地味に神がかってます。例えばね、 iPhone の方でこうやって音量調整することもできるし、こ
こっちで細かく調整することもできると。でね、iPhone とか使ってるとステータスは上のほらここヘッドホンマークの隣にバッテリーがありますよね。これがこのイヤホンのバッテリーです。なのでこれどんだけ減ったかなって思った時はこのステータスバーを確認するとわかります。なので、あ、急にバッテリーなくなっちゃったという心配はありません。いやー、もうワクワクしますねじゃあちょっと実際に使ってみましょうか。はい、これだったらなくしませんよ、本当に。ただね、音質はね、違うんですよ。Bluetooth っていうのはいくつか形式があります。その形式のうち、iPhone っていうのは AAC で、Android は AptX っていう形式です。で、今回このイヤホン両方に対応しています。適した仕組みになっているので、高音質を保てるわけでございます。開封から数日、使ってまいりました。その数日使ってみた感想みたいなのを今からお伝えしようと思います。まずですね、遅延のお話です。やっぱりある程度はありますね。例として YouTube を上げましょう。YouTube だったら再生して最初の1分ぐらいはうお遅れてるな、めっちゃ遅れてるなって感じるんですけど、その1分あたりを過ぎたらあまり目立たなくなります。ここら辺よくわかんないですね。まあ、すなわち音楽向きっていうところには変わりないでしょう。ゲームとかはちょっと厳しいかな。音ゲーとかね、そこら辺は厳しいかと思います。そしてこれね、ロングケーブルのバージョンを選んだんですけど、中途半端だなと思いました。これつけながら外歩いてみたんですけど、この部分かな、これここさえなければだいぶマシだったんじゃないかなと。首から下げるタイプなのに中途半端な長さがあるせいでちょっとじわじわっと外れてくる感覚がありました。で、これがね一番気になりました。ホワイトノイズです。普通に電源つけて耳に突っ込んでる分には問題ないんですけど、再生ボタンを押すとさーってホワイトノイズが鳴ります。なので静かな曲とかを流している時はかなり目立ちます。しかしですね、音質はたまりません。中音域っていうんですかね、高中低とありまして、この中音域がすっごいクリアなんですよ。クリア、解像度が高いと言いますか。なのでその重低音が響いてズドンズドンってくる感じじゃなくて、真ん中より上ですね、中音域より上がすごく綺麗に聞こえるタイプでございます。立体感がね、なんかすごいんですよね。ちょっと高音域の部分がシャンシャンみたいな、そんな感じになったりもしたので、このタイプは中音域タイプだなとは思いました。普通のイヤホンってこう来るじゃないですか。ストレートに耳に音がガーンって刺さるわけじゃないので、あまり耳が疲れないんですよ。耳の手前が会場みたいな。でもちゃんと解像度が高く伝わってくる。この価格ならもう十分としか言いようがありませんね。で、次、これね、イヤホンマイクの部分なんですけど、ちょっとボタンが押しづらいです。こうやってつけてて曲送ろうと思って、落ちみたいな、ちょっと押しづらい。これは慣れだと思います。で、いつも AirPods を使ってる僕からしたら、すごい音を遮ってくれる遮音性がすごいんですよね。だから電車に乗ってる時もこれつけてたら、車内アナウンスがあまり聞こえない。聞こえるけどもそんなに聞こえない。やっぱりそのカナル型っていうね、このシリコン突っ込む型のタイプっていいですね。もう一つ試しました。通話なんですけど、これ音質はよろしくないと言いますか、ちょっとこもった感じになるんですね。周りのノイズを拾うわけじゃないのかな、なんだけども、その声自体があまり綺麗に届かないっていうことなので、このマイク自体がよろしくないのかなと。さて、こちら総合的に見たら大満足でございます。これまで使ってきたその、まあ、例えば中華製のイヤホン、中国製のイヤホンとかに比べたらもう断然良すぎる、本当に。ただしホワイトノイズが気になるのが残念。まあ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 、妥協はできるでしょう。Bluetooth イヤホン、ワイヤレスイヤホンに興味がある方は試す価値が十分にあると思います。ちなみに価格は約3800円となります。安価なワイヤレスの中ではかなり強し。これはすごいね。なので一言で言い表すとコスパですね。コスパが最強ということでございます。ケーブルが短いバージョンもちゃんとあるので、スポーツとかする方はそちらを選ぶことをお勧めします。このロングでスポーツはちょっと厳しい部分があるかもしれません。はい、といった感じでかなり長くなりましたが、今回はこちら JP ライドの708という商品の紹介でございました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければ高評価とチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。以上、たけるでした。バイバイ。